どうもダロマニム DD です。今回はカサ地蔵や猫マシン、猫ルガなどを連続で出す方法をお伝えしていきたいと思います。まずは連続で出したい回数 ×150 コインを貯めます。そうしないと引くことができないからです。次は引きたいキャラクター以外のレベルをマックスにします。かなりルビーを貯めないとできないので、頑張って貯めましょう。100万強あれば足りると思います。では準備ができたので引いていきましょう。やはり出ましたね。あ、まだこいつ持ってなかったわ。急いでレベルを上げます。すみませんね。さあこれで傘地蔵しか出なくなってしまいました。やはり2回目も傘地蔵、そして3回目も、これからずっとですね。これが何個大戦争でも起きてくれたら嬉しいのにな。これで収納ですね。もうガチャを回すことができなくなってしまいました。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんもやってみてください。じゃあね。